国鉄滝1800軽貨車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍している、私有貨車である。本形式は、黒トガールデヒド専用の30トン石炭車として1968年5月9日に一両が、三菱重工業にて製作された。 本形式の他にクロトンアルデヒドを専用種別とする形式には他に例がなく唯一の存在であった。所有者はダイセルでありその常備駅は新越本線の荒井駅であった。1980年1月に社名がダイセル化学工業へ変更された。1979年10月より化製品分類番号年読36が表記された。 ドーム付自家道タイプのタンク体はステンレス構成であり、二役方式はマンホールからの上入れ、駅で缶と空気管使用による上出し方式である。駅で缶と空気管は S 字間を装備した。車体色は当初はステンレス工事色であったが、その後銀色に塗装された。寸法関係は、全長は 12100mm、全幅は 2500mm、 全高は 3850mm、台車中心間距離は 8000mm、事業席は35.2立方メートル、時長は15.7トン、換算量数は、席車4.5、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、車席が JR 貨物に継承され、 2010年4月1日現在も在籍している。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増刊鉄道車両年間 P107。ありがとうございます。